まず一つ目、これショートアイアンをある程度打てなきゃいけないわ、はい、ちゃんと、はい、で9番アイアン持っていいね、9番アイアン、うん、何ヤード打つんかな、これこれ僕130ぐらいです、130打つんだね、はい、130ヤード以上飛ばしたら9番アイアンの値打ちがあるんじゃなくて、はい、130以上飛んだらまずいわけよ、はい、ちょっとどんなか打ってみるね、打ってみるよ、パーンと打ったらね、もうあれが130かもしれないけど、多分130打たないと思うよ、はい、今の感じは強く打ってる感じしないでしょ、しないです、ね、じゃあ次ね、英国の打ち方するからよく見てて、はい、英国の打ち方ね、こんな感じなのよ、こんな感じ、これが英国だよ、そう打ってます、分かった、はい、何が違うか、これは後で見たら分かる、はい、これは2つ違う、まず一つ目、グリップが、前も言ったけど、ま、はい、っすぐに握れてないからフェースが被ってるのよ。ああ。ほら、もう左飛んでるわ。はい、んで、打つときに手が早く来てるから、はい、体重が見るときにインパクトしてるわけ、はいはい。これはちょっと困るよ。だから、まあ、いつも言ってるんだけどね。まあ、グリップは、ストレートにこうやって動くようなグリップしましょうと。はい。いうのは一つ。で、インパクトで左に乗ってから打ちましょうというのは二つ。この二つを、守らなきゃいけないから、はい、頑張ってみよう、はい、じゃあどうかな、まずグリップ左手を見せて、はい、ここの正中線やろ、はい、この正中線しっかり乗せよう、はい、はい、OK、右手を乗して、はい、右手を乗したらこの指が白くなるぐらい力入ってるから、はい、この力は指で、指だけでバッと持って、はい、でこういう風にやって親指をこのここ、はい、ここ、ここに合わそう、これできてるじゃん。これちょっと素振りしてみて。よし、もう一回やって。はい、右足もうちょっとこっち組む。右足を、こう。もっともっと、右足を完全に動かす。そう、これでいいよ。これでちょっと素振りもう一回してみて。はい、これでいいから打ってみて。まずね、大丈夫、グリップ。グリップまっすぐ。まあ怪しいけど、まあいいや。もう、うわー、ナイス。ナイス。いいよ、これで、はい、まあ言うたら全然右行ってんだよ、右行ってます、 OK、 もう一回、よし、それでどうなるかな、おお、絶対右行くと思うよ、はい、はい、もうちょっと頑張って右行くと、いいよ、これ右行っていいんだもん、右行っていいんですか、もう右行くよ、なおさら、いいよ、どこ行ってもいいよ、で、今ダブった時にまっすぐ通ろう、はい、うん、こういう感じなんだよ、ダブったらヘッド回るからね、はい、もう一回行くよ、こんなさっき俺が言った二つの条件が、まずグリップで一つはもう完全にカバーするわけよ。はい。これはいいよね。はい。こんなその次、足を左に乗せようよって言ったのができてないんかな。そうだね。うん、うん。やってみて。左肘に乗せしましょう。あと、右肘がお腹につけるんですか？おぉ、やらかくね。この状態。この状態。だいぶ近づかないと。できないかな。こうやったらできますけどね。こう斜め向いたらいけますけど、違うとこ向いてるな、そうですよね、ちょっと右手をこうしてみて、右手をこう、こんな感じにつけて、これ手のひら上向いてるでしょ、はい、手のひら上向いてこのまま握れないから、はい、左はこうでしょ、これ合わせなきゃいけないから、はい、これだけぐーっとこうして、そう、でこうやってひっついたらこう構えると、はい、できそうだって、はい、その時に、はい、右のこのね、へこみがあるの、へこみ、はい、へこみは正面向くの、なんか手が硬いよな。そうじゃない。こうだよ。あ、そうそうそう。で、ここ手をグッとこうやって握る。こうすると、これ以上左に触れないの。触れないですね。触れにくい。それ、ああ、いいね。でも、だいぶ、いつもより、近くなってる感じ。近くなりますね。あ、そう、うん、まあまあ、それはそれで、はい、まあ。こっちが正解なのかもしれないですね。今は安定した感じにアドレス出るけど、まあいいや。打ってみて。はい。エゴ、わかる？今はね、はい、まあ今右飛んでるっていうことで、さっきも言ったけど、はい、左は消せた、はい、左がなくなった、はい、で今度は右ばっかり行くでしょ、はい、これ右ばっかり行くのはヘッドがボンと走ってくれないで、はい、だから走らそう、構えてよ、構えてね、でそこ右ちょっとね体につけましょう、つけましょう、リラックスです、はい、そうですそうです、はい、でここに木があるよと思って一、はい、回素振りしてみよう、ここに木があるよ、はい、木があるよ、当たるよ、当たるよ、反対にもう一回やって、やって、あ、いいね、はい、もうちょっと右足蹴ろう、
よし、もう一回。右足蹴ろう。お、もうちょっと右足蹴ろう。まだ右足をつま先まで。蹴るってもこうだよ。クリッと回そう。あ、クリッと回す。クリッと回そう。あ、それでいい。で、フォローこれ当たるよ。当たっちゃうね、これ。もう一回やろう。当たらないようにしよう。もう一回して。当たるっていうのはちっちゃくしよう。あ、これでいい、これでいい。こんな感じなんだけど、これでもう一回処理して。で、またね、グリップが怪しくなってくるんだよ。そうですね。だんだん、これね、なかなかならないよ、はい。どれぐらいかかるか言うと、まあ、毎日グリップの練習して、はい、まあ、2週間ぐらいやらなきゃ無理。あ、かっこいいわ。だいぶこう、こうですよね。うん、内側に入る。そうです。うん、内側に入る。かっこいい。あ、もうちょい頑張ろうよ。俺言うてんの、ここだけ言うてんだよ。うん、あ、かっこいいな、すごい。これで、ちっちゃく。あ、もうこれで OK。持ってみ。その通りできたらよ。まず一つはグリップ。グリップ頑張って。おお、ほんならフィニッシュ、ちっちゃく。これできたら OK だ。おお、正念今。足頑張ったね。はい、ナイス、もう一回行こう。ね、まあ、これで、ね、どんだけ頑張って打っても左行かないよ。まずグリップで。左行くのを完全に消してる。はい、あ、お腹つけの忘れてた。うん、怪しいな、右手。よろしくお願いします。頑張ってね。もう右手握った感じしないと思うよ。うん、そうっすね。右手全然握れてないっすね。うん、握れてないこと言う。だって右手いらない。お、こんな感じかな。フィニッシュでかいんだけど。でかいっすか。あ、いい、かっこいい。かっこいい。それでいい。右足元蹴れる。はい、ナイス。手はそこで、はい、手はこの辺でやめましょう、はい。右足はどんどん蹴りましょうって、このフランスね。頑張ってみて。右足を蹴るほどこう前に上がっちゃうんですけど、それは我慢なんですね。我慢いうか、あんまり手振らなくていいよ。お、右で、ちょっと良くなったね。だいぶ良くなったね。頑張ってみて。お、ほら、こういう感じよ。はい、ちょっとまだラインより右行ったんだけどね。はい、ボールがちょっと乗っかってきた選手ね、はい。今までは、コースで待ってたらフェンスに乗っかったら、はい、全部左やねんもん。うんうんうん、はい、あれは困るで。困ります、ね。右向いて、ブレーンと左振らなきゃいけないから、それはもう今度は効かない。だからポイントは、今言ったね、2つのポイント。僕が構えて。そうだね。ここにこんなの挟みます。こんな感じだったらナイスプレーよ、うん。それでちょっと素振りして。ほら、抜けたな。抜けたね。ここが、こう持ってるよ。さ、こう持ってるね。こう持っててさ、これでギュッと、ちょっとこう、こう力が入ったら。ほら、抜けてもらうわ。もう一回よ。いい。この手を、ここに挟みます。このまま素振り。素振りで抜けるんやから、打ったら絶対抜けるで。お、いいね。右足蹴れる。もっともっと、完全に回そうぜ。こう、もっと回そうぜ。右足を。あ、そこまで回そう。ナイス、ナイス、ナイス。それでいい。それでいい。もう一回よ。やったなぁ、いっぺん構えてみ、もう一回構えてみ。もう言うたらグリップ決まったら、はい、もうここはもう構えて、もうそれでもう話は終わってるよね、はい。またこっち見たいの。こっち、おぉ、しゃしゃ、すごいな、それ。はい、ナイス。はい。ほんな今度右足のつま先で、こう立とう。で、つま先ってここじゃないよ。ここはつま先だよ。はい。それでいい。それで結構です。これを、こう、僕はこう振ってるんですよね。そうです。ハンドルを、前から左向けて構えてるから、はい、アクセル踏んだら全部左。なるほど、うん、そうだね、いいね。おお、素晴らしい。ここで左はないわ、はい、ほら、これだろ。こんな感じじゃないの、ボール。今どっち行ったかちょっと見えなかったけど、はい、右ですよね。右行ったか。もう一回行こう。おお、右飛んでるけどね、はい、これは救い打ちが治った。救い打ちになってます。体重右に残ってないもん。はいはい。ちょっと足幅広げよう。広げても何でももう工夫はいろいろして。はい。ねえ、ここがポイントなんだね。じゃあこの右行っちゃうやつを直したらあとはいいんでしょ。はい。で、なんで右行くかというと、ヘッドがね、しっかりヘッドがターン向いてないの。はい。だからこう構えて、ここからこうパーンとこの形でせないからね。はい、それが今までグリップをこなするから、
この形じゃまっすぐ飛ばないわけよ。あ、そうしてました、そうしてます、そうしてます。でもこれやると、練習場ではこれがね、一回打って、あ、ちょっと左行ったなと、もっとやろうかなとかね、右行ったらもうちょっとやろうかっていうと直せるんだけど、はい、コース行ったらもう一発目でやらないから無理でしょ。はい、だからこれは、この形で、この逃がすのが慣れちゃってるから、右飛ぶ。はい、だから、これもう逃がさないで。こう構えて、おりゃ、バーンっていくわけよ。はい、これで、まあ、コースで力入っても、まあ、正体でバーンと左に引っ掛けるのはないかなと思うんだけど、それでも曲がるよ。だけど、曲がる、まあ、ファクターっていうか要素を減らそう。ね。これで、うんうん、いいよ。置いて、そう、もう重くそフック。重くそフックで打ってみよ、ほんなら。フック打って。っていうイメージで打ったら、はいはい、マシになるんですか？やってみて。まあ、3、4球あたりに素晴らしい球が出るわ。逃がしてて。はい。打たれへんことない。大丈夫。今は右飛んでるだけ。反対のフェースがヘッドがターンしてないもん。またこれを、こういうことですね。ああ、前あったね。だけどヘッドがフォローするの、フォローサイドがうまくいけないね。はい。うん、でもいいよ。あ、グリップすごい。治ったね。今日もグリップ治ったら嬉しいわ。はい、逃がしていたいな。え？フック打たれないですね。打たないか？はい。そうか？どうしたらいいの？いやいや、今でいい。いいんですか？フック打てないっていうか、フックは出ないんだよ。はい。うん、フックは出ない構えで、フック打つつもりで打ったらどうなんだろう。ちょっと待ってください。フック、フック僕の中でもだいぶこうなんですよ。やったらフックなんの？って思ってるんですけど。おう。じゃあやってみて。やってるんですけどね。うん、右手グリップ怪しいよ。よし、ナイス。おうおう、まあまあ、おうおう、ナイス。ちょっと捕まったね。よかったね。もう一度だね。もう一度だね。ちょっと待って。どうだったら。リストの力を抜いたらヘッドが回るからね。あ、今いいね。これで出てて回るよ。そう回るよね。で、それ以上速度を出そうとしたら、回りにくくなるね。そうですね。まあ、それで打ってみて。あ、だいぶいいわ。あと右やってろ、はい。ここら辺で返してるんですよ。もうここら辺で返してもいいぐらいです。ああ、それはやったらあかんね。あ、それやったらダメ、ね、ダメだ、うん、ダメだ。これ持ってて、どんな感じか言うとね、はい、ここからね、こうして縦に抜く、はい、氷がちょっとこう動き入ったら返るの、はい、こう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 足もこうこうってやるとグリップしててグリップ頑張って、ここからねこうやってこうやってピーッと弾いた感じですよ、うん、それでちょっと練習してみて、そう、その距離でもう100ヤードで50ヤードでいいわ。ちょっと練習してみて。足つけた方がいいですか？あ、もう絶対足いいよ。足ない限りゴルできないから、足あるからゴルもいい。いいね。はい、できました。こんな感じです。これがすごい打ちじゃない、はい、アイアンショットの感覚、はい。